さあ、というわけで始まりました。まあ、悪いね。ヘブルさん。打ち合わせ。あれ？あれ？なんで？打ち合わせそうじゃなかったですか？打ち合わせあったっけ？そんなの。ヘブルさん、イエスブラザー、ヘブルボーディブラザーじゃない。いや、それはいつもだけど、今回は、うん、チュスってあの頭下げる挨拶して、なんで今回だったかっていう。この年になってやっと挨拶ができるようになってね。はい、でもね、今言うね、はい、その、チュッって言えって言ったのは、これ武田鉄矢なんだよ。なんでそういうの？いや、武田商店ってね、うん、事務所が、うん、武田鉄矢さんのさ、うん、で俺がやってるライブハウスの初向かいだったんだよ。青山で、うん、青山で、で事務所一緒だったから。何の事務所だったの？事務所だから、ヤングジャパン、ね、あのそのフォークソングとニューエイジック、ニューエイジック系ですよ、うんうん、そこにはクルスがいること自体がちょっとなんか分かんないね、うん、ワーケンロールだから、ワーケンロールだから、うん、だからいつまでたってもこうレコーディングはね普通にできるんだけど、うん、ライブの仕事になるとなかなかないわけ、ルートが違うから、うん、そうですね。ずっと、まあ、自分はね、あのチョッパーっていうさ、うん、あのバイクのね、うん、でこれをだから20カ所ぐらい取引先があったから、うん、でそこの人間たちが人を集めてくれて、うん、クルスを呼ぶような、うん、まあ、そういう時期もあったんだよね、うん、でその時にだからこのライブハウスも東京で青山でやってる頃に、うんうん、武田さんよく来てね曲作ってた。ライブハウスそれ B-POP っていうね、ん B-POP、 B-POP ルーラー、うん、B-POP、うん、そういう名前のライブハウスを作った。かっこいい、うん、かっこいいでしょ。でそこであの地下のワーケンロークラブなんていう曲も作ったり、作ったで武田さんもよく来てくれた、うん、あの実は頭下げるの下手だからね。そう、兄嫌いなんですよ、人に頭下げるの。武田さんに相談したの、来たらね、そういう時はね、ちょって言えって言うの。何？ちっちゃい、でも聞こえたか聞こえないかぐらいでもいいから、ちょって言う、なんか言えそうな感じじゃん、うん、どうもこんにちはなんて言うよりさ、やたたらしくできないんだよ、うん、挨拶下手でさ。で挨拶下手な人にはおすすめですよ。なんかこう、相手の目も見ずにね、ちょって言っちゃえって言っちゃえって。だから今俺は古いかもしれないけど、チーズみたいな、それだとなんか難しいね、それね。なんで言うよね、チーズって言うけど、あのレベルが一緒だってそれ許されそうじゃん。ああ、もうちょっとへりくだってるわけですね。難しいんだ、こう微妙に、こんにちは、こんにちは、どうもこんにちはじゃなくて、こんにちは、こんにちは、おすすめですよ。こんにちは、やってる、わかりました。俺挨拶下手だからね、未だに下手だから。聞いてください、じゃあこんちくわ。こんちくわ、おでんじゃねえんだから。おでんじゃねえんだから。うちのね、俺小学校、中学校の時、小学校の時おでんやって昔さ、屋台で来た。屋台で来た、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 来たね、来た、来た、来た。でその親父がいやらしいんだ、これ。なんで？でこれこんにゃくは人肌に温めて、ね、そこに切り目を入れてとか言う。これ女の人分かんないと思うんですけど、男はね。でその親父、お前それ使ったやつ、お前入れてねえだろうなと。来たねえ。変な親父がいたもんだよ、ちくわであれしたけど。まあそんなわけで、だから事務所一緒だった、うん、武田鉄矢さんにね、挨拶、頭下げ方を教わったと。感謝ですよ。ちょっ、こんにちは、こんにちは、こう言ったか言わないかなを感じたね、うん。ところでさ、うん、これの話じゃないけど、力也の、はいはい、兄の、まだいつはいろいろあるんですけど、面白い話、俺、ま、途中、僕は現場にいたわけじゃないんですけど、テレビで見てたらね、うん、あの、タカジンのバーっていう、タカジンも一緒だった、俺事務所、ね、そうだったんですか。ヤングジャパン大阪、タカジンさんもね、ちょっと癖があってですね、うん、そうだね、お酒飲むとね、うん、大変なんですよらしいね。あの、タカジンのバーで料理のコーナーがあって、はい、味の素がねえって言い出して、味の素、ね、ああ名前出してあれかもしれないけど、化学調味料がないって言い出して、ああああなんでてめえら用意してねえんだっつって、ああみんなその生放送なのに焼き食らいましたですね、うん、みんなさんが、ね、それで次の週が俺たちだったんですよ、クワマンと俺がゲスト、もう剣道の防具つけてアタッシュケースの中に化学調味料ごっそり入れて兄貴持ってまいりましたみたいな。そしたらお前らしょうがないなこの野郎と言って、まあそんな逸話があって、確かね、同じ年だったんだよ、もうだいぶ前にね、亡くなっちゃったね。そうですね、はい、あの力也さんがゲストでの時にドッキリを、まあ企画してまして、ドッキリカメラ、うん、非常に、際どいね、それ怖いね、ちょっと怖いでしょ、怖いね。で、あの破天荒な、はい、ね、あの
江頭君が江頭いきなり力屋さんに何も言わずにこう出てきて、いやこれ来たいね、ね、いきなりお前に物申すみたいな、あー物申す、お前は本当は優しい男だろうみたいなこと言い出したんですよ。バカだね。したらずっと鼻のとこ、なんだこれは、なんだこれは、ずっと蹴り入れてるんですよ。蹴り入れずっと江頭どうした、江頭だんだんあんな破天荒でさ、どんなことでも自分の信念を曲げないあの男が、うん、あの、耐えながら、後ろ下がって、うん、すいませんでした、みたいになってきて、何言ってんの、ロロロロずっとですよ、ずっと地味なんだけど、俺めちゃくちゃ壺に余って、そりゃそうだ、二人とも酔っ払ったんじゃないの、大丈夫かい、いや、それだけはね、もう俺のなんか、ドッキリ史上、なんか結構上位に入る、あの江頭君がですね、うんうん、真面目になんか普通にすみませんでしたって謝ったの初めて見たなと思って、そうだね、それ見たいね、うん、見たいでしょ、どこ探してください、絶対あると思いますから、ドッキリカメラね、俺も好きだから、かかったことあります、いや、ないよ、ないんだ、クルーズだってかけたらやばいもんだって、いや、ドッキリカメラさ、あの西木の明がさ、スピード違反で捕まるんだ、アメリカの、うん、ハワイから、うん、マジで怒ってたね、そういうのあるんですよ、あの俺ドッキリカメラ、あの、はっちゃんの系の僕はあのレポーターみたいに入ってたんで、いろんな逸話とか聞いてるんですけど、これお話したいんだけど、名前は言えないんですけど、名前は言えないんですけど、ドッキリカメラ面白そうだよ、朝起こし行くのやってたんですよ、おはよう、あ、あるね、あるね、はい、あれ、あの僕やってて、ああで今までにその逸話でいろいろないんですかってあのスタッフに聞いたら、あるよ、もう放送できないのいっぱいっていう、ああね、で名前言えないですけど、ああまあ、ある売れっ子のアイドルからあの素晴らしい歌手に習いつつあった、うんうん、まあ、3人の男たちの1人が、うんうん、あのね、鍵とかあのカチャってあの向こうでチェーンされたら困るから前もってチェーンは外してあるわけですよ、あ、なるほど ね、それをなんか気がつけばよかったね、その人が、うんうん、ね、カチャってあげてスタッフのその起こしたりとか入っていたら、うん、ちょうどのオナニーをしてる最中だったらしくて誰だそれ、あーってなって、うん、放送できなかったというね、それできるわけがない、俺見たかったなみたいな、誰だ、いや言えないですよそれはじゃあ、あ、江頭じゃねえか、違いますよ、もっと有名な方です、もっと有名な、あのコロッケにモノマネされそうなぐらい有名な方です、あー、そう、まあ、モノマネされる…でも言わないで、その先っていうことは…ダメ、言っちゃダメだから、そうなら一流なんだけどね、モノマネされると一流って言うじゃん、うん、はい、そういうことです、そういうのがあったよというのを話に聞いた、ね、ね、だからそれが事実かどうか分かりませんけれども、俺のモノマネするやついねえかな、秀道さんの、え、俺のモノマネあんまりいないね、クルーズのモノマネする人ね、でもね、俺が見えないところでやってるやつ結構いるらしいんだよ、私ね、千葉の方で一人知ってます、誰よ、それはちょっと名前言えないです、そうかい、兄貴のドラムちゃんと叩き方ですよ、なんかうまいんですよ、ね、うん、うん、なんか特徴あるからね、みたいな、なるほど、なるほど、ちょっとずらすんだよ、ねえ、そういうのものまねうまいやついるんですよ、右手はずらしておいて、こっちはしっかりしてるとかね、こっち入れたら、こっちをこうわざとずらすような、そう、ずらして、で落とすみたいなね、まあでも、そのままのものまねとかよりも、やっぱ歌のものまねをされるようになると一流だね、うん、一流だね、そうなりたいね、歌、うん、俺も二人とも、頼りになんないよね、歌いや、かましいわ、本当に人のことは言えないけどね、でもね、一生懸命やってる姿はいいやね、あの、うまいに越したことはないんだけどさ、うん、あの、この間、さっきさ、力也さんと、うん、あの、内田優さんの、まあ、前回ぐらいで話してきたじゃないですか、うん、その中の一本にですね、あの、ガンさんという、ガンさん、はい、この人は有名だよね、有名でね、原宿でね、あのビートルズが来た時もボディーガードやったというね、やったね、有名な伝説の方でございまして、うん、その方があの、うん、ライブハウスを原宿でやっていらっしゃいまして、そうだね、はい、ナベプロにもいたんだよ、そう、ナベプロのね、誰のマネージャーだったの、あの人はね、でもあの人もミュージシャンだ、そうなんですか、ドラムだ、ドラムなんですか、知らなかった、知らなかった、もう15年ぐらい、20年ぐらい経つのかな、20年、15年ぐらいか前にね、いなくなってから、なったね、うん、まあ、その方はですね、まあ、お年を召されてもかかわらずハーレーに乗りましてですね、うん、日頃いつも200キロのバーベルを、うん、だけどこんな筋肉の人で、そうそうそう、ね、ね、でクールスからこれもらったんだよっつって、うん、あのブーツみんなに水辺から来てましたけどね、いや俺母ちゃんのとこ作ってあげた、あ、そうなんですか、もうだって
ゴリラも逃げ出しそうな、もうすごい、すごい喜んでましたよ、ガンさんが。そうだよね。ねまあ、その方がその裏林でやっててですね、まあ、あるグループのリーダーの方が、クロコダイル、あるグループのリーダーの方がですね、お前うちの出演断ったんだってなっていきなり酔っ払られましたよ。それ自分なんじゃないの。俺じゃないですよ。あるグループのリーダーの方がいけない。ああ、はい、それでですね、ああなるほどね、まあ、名前見えないんですけどね。それであの、ちょっとこう難癖っていうか、だって俺たちが断ったわけじゃない、俺たち父親あの断ったわけじゃないんですよ、ね、レコード会社が勝手に断ってたんですよ。ね、それを知らないから俺たちは、うんうんうん、あまた俺たちって言っちゃった、いやいいや。それであのあるグループのリーダーの方がですね、はい、人が話してる時サングラスすぐ寝ろなってバーンってね、もうサングラスバーンって飛んでって、やばいやばい、このままだとあのあるグループのリーダーの方が、はい、あのこの人にあの殴られてしまうと思って、俺は急いで、あのうちの事務所の社長に、やばいっす、その社長より俺にどんな名前出す、本当ですよね、俺の名前出したらスッと止まったんだよ。その時はだってそんな頭回らないもの。それであのうちの社長に行ったら、うちの社長が俺に言うなよ、言うやに言えよって急にいたしましてですね、余計おかしくなるだろ。いやもうでもしょうがないけど、また湯屋さんとか知ってる、湯屋さんも頭上がんないんだから。いやでもね、その時はその仕切りが湯屋さんだったから。ああなるほど、ロックフェイスだったから、年末の、で大変です、すぐ来てください、今ちょっとあのあるグループのリーダーの方大変な考えになってますってしょうがねえなーって湯屋さんがバーッと走ってきてて、あの、ああ、大変この野郎とか言って、おめえがいつもこんなことやってっから、お前、ね、みんな出なくなるんだよ、この野郎とか言って、怒られましたよ。大騒ぎだね。したら、なんか、子供みたいに、うん、いいですね、って言って、酔っ払って。ああ、酔っ払って。ね、したら、なんか急に、それ言われた途端にですね、昔俺はお前と同じ名前のやつを殺したことがあると。だから、お前には手を出せねえんだって、急に変わりまして。難なくそこを乗り切ったというね、そんな、事件がありました。原宿を作った人って言ってもまあまあね、過言ではないですよね。おかしくないね、うん、ただ俺も自慢できるのは、原宿でタレントショップ第1号、うん、これは俺なんだよ。えそれからチョッパーもう、もちろんタレントがショップを出すのが1位流行ったやん。流行ったね、え、それチョッパー、チョッパー1第1号、第1号、ああ素晴らしい。そしたら続々とみんなね、一時こうあのプロマイドとか生写真とかあのタレントショップが、はい、入りましたね。ね、私もお足ずっと出してね。ね、今あの原宿行って俺が歩いたって誰も知らない。俺も誰も知らないですよ。がっかりだよね。まあそんなね、時代が変わってきたってことですよ。原宿はね、もう本当俺が行ってる頃はね、40年以上前かな。分かりました。まだ馬がいたもん、馬。馬がいた、本当ですか。じゃあ本当だ、俺はハーレーで行くじゃん。で、かっこいいだろって嫌だろ。そこに馬が、馬が登場されたらさ。分かりました、兄貴。そういう原宿の昔の話、昔の話、次回、今度いただきますんで。そうだね。はい、お願いしますよ。これで終わりでございます、今日はね。はい、またグッドボタン、みんな面白かったと思ったら押しちゃってね。お願いします。イエスブラザー、バカ悪い。エヴィバルブラザー、バカ悪い。イエー、また見てね。